デシャ特番12月12日アップデート情報公開。はい、どうも沢でございます。どうもカルでございます。デシャ運営ゴリさんです。はい、そして、今回はですね、オフラインイベントでお話のあったあのチャイルドがもう出てると思うんですけど、はい、ついに登場ということで、はい、こちらの話をしていきましょう。はい、そうですね、今回ナラティブダンジョンとして、はい、しかもなんと、はい、新チャイルドが2体あ、2体、はい、新しい絵師の他にもいますので、はい、ぜひそれを紹介していきたいと思います。はい、それでは、新チャイルド2体紹介していきます。今から言う情報ですね、開発環境であり、本番では変更がある可能性があるのでご注意ください。まずは、氷雪のエッシュでございます。まあ、発表あったものですけれども、うん、こちら絆解放後のものになっています。はい、動かしていきます。動きもなんかちょっとエッチじゃないですか。少年漫画かよ。すごいですね。どうやったらそうなるんだってやつ。そうね、まあ、ただコンセプトすごい可愛いですね。あと遠くだったから全然さ顔見えなかったんですけど、うん、はい、すごいよくできました。できてますね。買いましたけど、よくできてますね。めちゃくちゃ可愛いですね。はい、はい、はい、こちらの絵種、新絵種の方なんですけど、氷雪の絵種補助型になっております。はい、まず、ノーマルスキルですね、対象にダメージを与え、攻撃力の高い味方を優先して2体に睡眠無効付与でございます。続きまして、スライドスキルですね、対象にダメージを与え、デバフ中の味方を優先して2体にデバフ持続時間減少、うん、そして、スキルゲージチャージ速度の増加でございます。そして最後、ドライブスキルですね、ランダムで敵3体にダメージを与え、睡眠中の味方を優先して3体の睡眠無効化でございます。というわけで、デバフ対策兼スキルチャージ速度上昇のチャイルドって感じですかね。はい、そうですね、まあ、特にあの睡眠に対して強い補助型になってまして、はい、うん、ノーマルスキルとドライブスキルで、はい、その睡眠を無効化を付与できるっていうのが特徴ですね。うん、そうですね、珍しいですね。こちらデビルランブルでバンシー対策になったり、うん、あと今後睡眠付与系の敵が出てきた時に使えそうです。ですね。ただ、ね、イラストのアドバンテージ、イラストすごいですね。これですわ、これだけで友達あると、うん、なんかこう今までにないこうポージングでもあるので、まあ、そうですね、まさかこう雪というかこの冬をテーマにこう表現するっていうのはなかなか見られないかなという気がします。まあ冬ではありえない服装ね。まあオフイベでもかなりなんか拍手喝采してましたね。はい、そうですね。続きましてプリンスでございます。はい、男キャラ、おじさまです。おじさま、ちょっと動かします、はい、お尻エッチですけどね。そうですね、人気投票のおっぱいとお尻がそう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 兼ね備わっている、めちゃくちゃ強そう、おじさまでございます。めっちゃ硬そうですね。うん、強そうですね。ケツパンパンだけどピチピチ。はい、こちら、火属性の妨害型になっております。スキル見ていきましょう。まず、ノーマルスキルですね、対象にダメージを与え、対象の防御力減少。続きましてスライドスキル、ランダムで敵2体にダメージを与え、確率で、気絶付与です。こちらの気絶ですね、気絶状態で攻撃する際、1時間を1秒ずつ追加と、で最大5秒になっています。そして最後ドライブスキルですね、気絶中の味方を優先して、3体にダメージを与え、気絶中の場合、防御無視ダメージが入ると、いう性能になっています。こちら、まあ、気絶は昔からありますけれども、そうですね、効果からついてます。はい、まあ、今でも現役で強力なデバフですよね。はい、あとこちらは気絶中に攻撃を与えると持続時間が増加ということなので、あの星4で多分初めて、なるほど気絶を持ったチャイルドになってて、そうですね、うん、でまあ、なおかつあのスライドスキルに気絶ついてるっていうこの周りの良さがね、そうですね、そうなんですね、かなりいいかなって思ってます。はい、うん、気絶させてしまえばあのスキルチャージも初期化できるので、はい、まあ、それも非常に使いやすいし、うん、まあ、スライドスキルについてるんで、まあ、これも使い勝手がいいという部分では特にあの注目のポイントかなと思いますね。はい、はい、はい、それではこの2人が登場する、はい、ナラティブダンジョン、うん、All You Need Is Love の方を見ていきましょう。はい、おしゃれな名前、おしゃれですね。一番肝心な、うん、あのブーストチャイルドの方なんですけど、はい、今回の、氷雪の絵種と、プラスヴィーナス、うん、でさっきのフリンスさんに、はい、なっております。はい、じゃあ、ナラティブダンジョンの、はい、報酬周りの方を見てみましょう。はい、はいはい、こちらですね。はい、あれ
左上からフリンスは今回取れない感じですかね。ちょっとあの今回画面が今残念な結果になってますけど、はい、これ残念な残念ですか、ね、まあ、色々あの要望もありまして、はいはいはい、あの左上ばっかりこうブーストチャイルドが出てくるのが、なるほど、ちょっとこうなんていうんですかね、煩わしいと言いますか、なるほどなるほど、っていう話もあったので少し確率を調整させていただいてまして、はいはいはい、回収が入ってるわけですね、はい、まあ、今回ちょっと残念な結果になってますが、まあ少しちょっと確率を調整させていただいてます、はい、なるほど、まあ、ただその代わりといってはなんですが、はい、ノーマルとハードのステージ8をですね、クリアすると、はい、はい、確実にあのフリンスは手に入りますので、なるほど、なるほど、はい、まあ、ここをまず、いきなり回すってことはなかなかないと思うんですね、うん、ステージをまずクリアして、まあ、フリンスも手に入って、貯めてから進めるのもいいかなと思いますね。じゃあ、ノーマルとハード終わった時にフリンスいるんで、はい、もうそのままブーストできると。そうです、そうです。なるほど。そして、いつも通りですね、あの新しい方の演習、はい、モチーフの武器。装備あたりが手に入ります、うん、スキーセットいいですね、スキーセットいいですね、攻撃力が高そうですね確かにね、そうですね、危なっかしいけれども、うん、まあそんな感じになってて、はい、まあまあすごい、あのおっぱいのリアリティがねすごいですね、はい、逆にみたいな、そのまま入るんですかキーパードつけたままね、デスティニーチャイルドの伝統と言いますか、そのままお家芸としてはそうですね、行っちゃいますよ、まあでもなんか温泉似合いますね、はい、雪国の話なんで、はい、なんか格好が悪いですけど、まあ、やっとあったかそうですね、そうですね、確かに、はい、そんな感じになってて、まあ英州の温泉魔力も入手できるということでございます、はい、今回の、ナラティブダンジョンなんですが、はい、まあ、このようにいろいろ報酬も、まあ、揃ってるっていうこともありますが、はい、ワールドボスから続けてこうストーリーも ね、はい、ね、続いてきますので、まあ、どんな展開になるのか、はい、まあ、それを楽しみにしつつ、はい、ぜひこちら、遊んでいただければなと思います、はい、はい。というわけで本日の先行情報内容は以上になります。なるほど、はい、なんかもうそろそろ年末ですけど、あ、そうですね、年末のイベントみたいなものって出せたりしないんですか。残念ながらちょっとまあ企画出したいっていうのもありますから、まだダメです、はい、じゃあ時間かかってるってことはめちゃくちゃいいイベントがいろいろ準備しますよということで、はい、めちゃくちゃハードル上げておきます、はい、それでは今回の特番は以上です、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。